遊ぼうって言うと、私何の得があるのかなっていう、バカって言うと、ひどいなっていう、もう遊ばないって言うと、残念ですねっていう。そうして後で寂しくなって、ごめんねって言うと、君への処分も目をつぶろうっていう。小玉でしょうか。いいえ、丈夫だぞ。優しく話しかければ優しく相手も答えてくれる。